はい、皆さんこんにちは。今ね、軽井沢のショッピングモール、アウトレットモールか、軽井沢のアウトレットモールにいるんですけど、ちょっとね、ここになんか面白いものないかなと思って見たら、1時間ぐらい行ったあたりになんか上田城があるらしいんで、上田城行ってみます。上田城は真田昌幸が築城し、それでサマーウォーズのね、実家の門になったらしいんだよね。この線路を越える道がないんだ。ということはさっき通ってきた道を戻るということですね。プリンスショッピングプラザって名前だ。はい、そんなわけで本日はね、軽井沢に来てるんだけど、ここから新州上田城を目指したいと思います。なんか何かと個人的に白いってるよね。まあとはいえ、ここから割と1時間かかるわけじゃん。結構遠いよね。1時間だよ。でしかもこいつ原付きだから、最悪高速に乗って帰るっていう裏技が使えない。きっちり明るいうちにマジで帰らないとまずいね。さて、あと道なりまっすぐか、 4.8 キロ。つってもさ、こっから40キロ近くあるじゃん。結構あるな。やべえなこれ。いや、本当は今日あたりさ、なんか早く家に帰って久しぶりに洗車したいなとは思ってたんだ。あったかいし。だけどこれだと洗車する時間ないんや。上だってコモロよりも遠いんだね。でもさ、道見た感じそんなに難しくないんだよね。こうなんかほぼまっすぐ行く感じだったんで、まあわけないかなとは思うんだけど、まあまあなんだかんだ群馬の道は走ってるから見慣れてはいるけど、やっぱりこう長野なんか来るとちょっと新鮮味が増すよね。なんかこう、まあ、やっぱ見えてる山も違えばなんかいろいろ変わってくるから、どっちこれ、いいのまっすぐで、いいの国道18号なのこれ。なんかね、あれだって多分浅間でしょ。浅間山ですよ。21度だって、そりゃあれだよね、寒くないよね。21度で、軽井沢21度。草津つまごいなんだ。国道146号線か。あ、そうだよね、確かそうそうそう。そうそう、草津あたり、あれだね、軽井沢方面行く道あったもんな。確かそっか。ここら辺がつながってるわけか。いや、だからまだ軽井沢あたりはわかるんだけどね、ほんと、上だって。いやでもまあまあまあ、いつかはね、このサマーウォーズのさ舞台になってたら、ちょっとね、そこの信州上田見たいなとは思ってたから、まあいい機会じゃないかな。原付で来るとは思わなかったけどね。バイクで走る分には長い道が、走りやすい道がこんなにあるし、ちょっとそこは羨ましいかな。浅間サンラインだって、県道80号線浅間サンライン。いや、21度っすよ。まあ、17ぐらいで秋の気候だとしてもさ、標高13メートル、あ、結構高いんだここ。そっか、そうだよね、軽井沢標高1000メートルなんだ。下り坂が 66% か、 60% で多分落ちるっつうの。で、浅間サンラインっていう道入るんだ。どんな道なんだろうね。浅間も行っちゃうんか。まあそんなこと言ってりゃもうあれですよ、ほら30キロじゃん。30なってたら、まあそこそこ遠いって感じだよね。そこそこ遠いぐらいの距離。さてと、でこっからサンライン、浅間のサンラインだってっすか。軽井沢お土産、浅間サンライン。うお、すごっ。霧の雨だったから超綺麗だ、空気。あ、すげえ、桜か、桜が咲いてんだ。いやー、なんていうかな、うすら寒くなってきたぞ。うわ、すごいストレート。
いや何気にやっぱり来たことない土地ってなんか日本で全体的にさ風景似てるようでさ、やっぱ来てみると違うよね。なんかこう感じが違う、空気が違う、似てるようで違う、なんか潮の、うわあなんだこれすげえな地元の人じゃこういうの見てもさ興奮とかしないんだろうけど、やっぱなんだろう、旅人っていうかさ初めて来た人からするとやっぱ新鮮だよね。佐久上田小諸すげえな、サマーウォーズの舞台こんな方なんだ超綺麗じゃん、何これ。全然信号ないもんね。これはいい道だわ。小諸市だ。あ、そうだ。うわ、小諸市が行った。小諸だ、小諸。なんだかんだ、もう小諸市だったよ。いや、すげえな。やっぱ来てみるもんだね。いやほんとやっぱ暑い時や山を来るに限るね、涼しいし走りやすいし言うことなしだよ、全く。寒いと嫌だけど多分今群馬の方だと死ぬほど暑いんじゃないかな、多分今日は。あれね、道路の上30度超えてんじゃないかな。いやこっちはねちょうどいいの20度だから。でこのちょうどいい気温をこうずっと同じスピードでっていうか、同じ距離走ってられるっていいよね。こう山だとさこう上行けば行くほど寒いし、真ん中だったら真ん中で今度ねなんか微妙になっちゃうから、山登ったり降りたりっていうのが結構気温が上がったり下がったりするんだけど、この涼しい気温を一定の何だろう常に維持してられる、それちょっとここの軽井沢見るかもしれないね。しかもやっぱり長野はね信号がねそこが好き。上田21キロ、なんだかんだ21キロ、早いよ。なんか信号待ちがないからさ、信号待ちがなきゃね別にねいくら時間がかかったっていいんだよ本当に。浅野さんがいいね、この道いいね。こうゆったりした気持ちになるよね。入ります。まっすぐに行ってかこっち行くと何なの？行った、中沢大橋見ていいのかな。あと20キロじゃん。もう20なんてもうすぐそこ、すぐそこ、そこそこ、全てをそこに置いてきたってロジャーも言ってたしね。最後戦なんだあれ、自衛隊か、青い随分かっこいいなと思った。あれ自衛隊のバイクじゃん。うわすごい、座るとか超綺麗、超走りやすいんだけどやべえな長野、長野やべえな、長野走ってて気持ちよすぎるでしょう。さてあと 10キロ、10何キロ、うわすげえな。久しぶりに信号待ちする気がする。逆にこんだけ信号待ちしないでいるとさ、たまの信号待ちが嬉しいよね。であと17キロか、あと17、すげえなこれ。てかさ結構さあれだね、こうバイクで走っても上だって遠いんだね。何気にほらなんか箕輪城と上田ってつながりがあったけどさ、いやいやあの戦国時代でも
この距離あれなんかね交流してたってあれ相当だよね。バスライン馬に乗ったって結構遠いよね。さすがに23度。そうだ、ここでまだ23度なんだ。通りちょっと暑いと思ったわ。下やべえな。とすると一ノ駅雷電来るんだぞ。すげえな。雷電って多分ここら辺出身のあの超強い横綱かなんかじゃなかったっけ。あ、こんなとこ道の駅あるんだ。あと12キロ。いや、この浅野サンラインいいね。なんかすごい心洗われるわ。うわ、ベイシアだ。ベイシアに、ベイシアの手のひらから逃げられねえんじゃねえかなと思って最近。ベイシアここにもあるんですか。何や、蜂か。蜂の像があるよ。いやー、いやー、いい感じですね。いや、でもさ、確かに、なんつうのかな、サマーウォーズの舞台っぽくなってきたよね、本当に。信州上田って感じ。お、なんか住宅が出てきた。西崎周辺は盆地なためだから、こういう高低差のある住宅街って結構新鮮に見えるね。あと 9.7 じゃん。何、もうすぐじゃん。10キロないよ。帰るより近い。まあ当たり前じゃ当たり前だけど。いやー、浅野サンライン、いいね。気に入っちゃったな、この道。この時期ちょうどなんつうのかな、ちょうどいい。てか多分下すげえ暑いんだよな、これ多分。伊勢崎とか熊谷あたりやべえんじゃねえかな今。だって標高 1000m で若干暑いんだよこれ。若干ね、涼しさとちょい暑の狭間みたいな、そんな気温なんだけど。あー、これ1000m 降りたら10度上がるわけっしょ。尋常じゃなさそうだな。金原ダム、ダムなんだ。お、そろそろライン、浅野サンラインが、ね、降りるんだ。あーって、この気の抜けたツーリングもそろそろちゃんと走るようになるわけですからね。とはいえあと 7.3km。 まあ、つうか、この信号左折か。100メートルだもんね。ここを左折します。いやー、こういう住宅街面白いな。二速のエンジンブレーキでちょうど時速30キロ。あっち。暑くなってきた。綺麗な川ですね。あ、でももうあと 4.4、 もう 4.4 だ。もうすぐじゃん。いや、暑いんだけど。マジで。マジで。上田バイパスなんてのがあるんだ。へえ、どこ抜けんだろう。あと3キロ。来たね。なんだかんだ来ちゃったね。もう上田なのかな。あ、上田シティって書いてある。あー、知らないうちに上田入ってるわ。ただ暑いんだけど。いやー、でも上田来れたのはいいことだわ。なんか、こんな感じでもなきゃ上田が来ないしね、多分。28って書いてあった、さっき。これ暑いよ。嘘でしょ。あんまり上田って標高高くないとかそういうこと。上田城って駐車場あるよね。大概さ、初めて行く目的地で悩むのがまず駐車場なんだよね。あと 1.15 分。もうすぐそこだな。城らしきものがわからないけれど、
まあ1キロも離れてればね、なんかあれはね、活気があるね、商店街。群馬と大違いだよ。まあ案外やっぱ城のそばには役場ができる。上田城はどこぞ。あった、ここだ、上田城。観光駐車場がここだ、二の丸、ここも向け、あった、これか、これだ、上田城跡の駐車場よいしょ、駐輪場。はい、到着。おお、なんかプリンがあるじゃん、ほら。あれじゃん、あれ。あれじゃないの。上田城に到着しました。はい、では皆さん、お疲れ様です。ここから城行ってくるか。では。